さのある色で非常にかっこいい。ってちょっと待って、正社駅じゃねえか。クムチョングチョン、チョンチャヨグミだ。イビービービー、改正かねー。すいません、この電車3ぶりなのに改正執行速度が無限大なんですけど。え、僕また何かやっちゃ。黙れ、お前今何した。今回もご視聴いただき、ありがとうございます。名列車で行こう、ソウル編へようこそ。今回は、ソウル編一発目のテストということで、コレイル動画制作のよりしろにしている、HMM シムメトロをプレイしていきます。どうやら、ついにアップデートが入ったそうなので、ちょっくら見てみることにします。それでは、今回のテーマはこちら。クムチョングチョン。初耳の方は何のこっちゃかもしれませんが、見た方が早いと思うので、早速起動してみましょう。路線図なっか。はい？マジでクムチョングチョンまで伸びたんです。なんか選べるようになってる。しかもなんかいる。まさかキュート層が実装されてるとは思わなんだ。とりあえず、今回アップデートされた区間である、ヨンドンポからクムチョングチョンまでを見てみましょう。ヨンブ戦 B 級校で、今出てきた言葉が初耳という方には、こちらの動画がおすすめです。というか本動画は事実上その動画の続編です。うわっちょのカードからぜひどうぞ。さて、では給食トングリを拝見するとしも、おー、わったナイストングリ。というわけで、このアップデートのハイライトの一つ、キュート層の311000系に自社です。この見た目だと5000系って言った方がしっくりきますかね。しかしどうです、このモデリングとテクスチャー。いいでしょう、国が違いますよ。横浜線ではないです。それでは発車前の車内放送どうぞ。くっそ適当ですが和訳も添えておきます。고객여러분、안녕하십니까우리열차는、천안。천안가는、급행열차로금천구청안양군포의왕성균관대수원오산서정리형택성원두정천안역에만정차합니다이스네休校の停車駅放送英語放送は普通の英語放送だからカットしました。そして既存区間であるソウルからヨンドンポまでの区間は倍速でお送りします。過去の動画とかぶるし、いくらキュート層でも乗っちゃえば普通のトングリですからね。多分、地上ソウル発車後、爆走しつつ下り列車線に転線します。なぜなら B 級校だからです。ポイントの都合では現時45キロ制限食らってるので、実際はもっとチンタラしてますけどね。さて、ではヨンドンポ通過までの間、時速450キロ前後で爆走するトングリの雄姿をご覧ください。早すぎて草、戦闘機みたいな音してるけど大丈夫そうですかね。さあ、ナミョン駅からのダウンヒルセクション、電車線の新塗装トングリと並走します。並走完了、新旧塗装のサイドバイサイドも束の間、前方には早くも43駅が見えてきました。既存区間も所々に改修が入っているようですが、僕そんな洞察力ないんでわかんなそうです。だってこのゲーム、もともと出来が良すぎるから、この半眼から見える摩天楼だってすごいですもん。どんだけ遠いところまでビル植えてるんでしょうか。そしてモデリングがいい、テクスチャも素晴らしい、シェーディングもすごい、それでいてめちゃくちゃ軽い。このクオリティで2100円はおかしいって、ほら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 、ドア、ね。車内もバッチリだし、本当に素晴らしいゲームだと思います。これは夕方のダイヤなんで全体的にトワイライトな感じですけど、他にも改正、ドングモリ、ハンガンミッドナイトとか色々ありますからね。なんて言ってたら手弁駅をパス、電車線の前期負けずにも被せていくぞ。そんでシンギル。この次がヨンドンポなのでぼちぼち等速に戻しましょうか。以前の動画で紹介した B 級校は上り、ソウル駅でした。なのでヨンドンポも停車していましたが、今回は下りです。ウィキペディア曰く、下り B 級校はヨンドンポを通過するようです。なので、遠慮なく通過させていただきましょう。さあ、ここからいよいよ新規追加区間です。Steam の更新情報では、黒電動車事務所とかサンデジタル男児のモデリング頑張ってるよ。的なことが述べられていたので楽しみです。KTX に惹かれかけた先、ホームを越えればついに人生初のヨンドンポ遠仮想体験です。夕日が綺麗すぎて人生初なのに懐かしい感じがして複雑な心の内をよそに、トングリは120キロそこそこで突っ走ります。次の通過駅はシンドリム。この辺は大きな駅が連続するので運転していて飽きません。ソウル、ナミョン、ヨンサン、ノヤンジン、テベン、シンギル、ヨンドンポ、シンドリム、グロ、てな具合で、一駅か三駅挟んで大駅、密度が濃すぎます。さて、前方にシンドリム駅が見えてきました。2号線との乗り換えが可能らしいです。ここいらは電鉄の複々線と複線の列車線が並行する三複線ですが、列車線にも我らがトングリがいるのでパッと見電鉄三複線です。京浜間かな。一瞬だけサイド新塗装旧塗装のトングリで並ぶと、線路3本挟んだ向かいからペタコが立ち上がってきます。ペタコというのは、311000系初期車の愛称だそうです。韓国人に気に教えていただきました。確かに西武6000系に似てる、緩やかなカーブのインベタをついたらば、四人線との分岐点であるグロはすぐそこです。このゲームで、グロまで運転できるようになったんやなって、個人的には巨人戦の方にも伸びてくれたら嬉しいなと、そんなわけでグロ駅構内です。ホームが多すぎる。しかし、巨人戦ってなんとなく親近感湧くんですよね。首
その近くの港町といったら横浜じゃないですか。横浜は政令指定都市、インチョンは広域市なので、本当になんだろう、他人とは思えんのです。横浜に空港はないけどな。なあに、横浜駅の真上にそのうちできるさ。横浜国際空港がな。あ、そうだ、これグロ電動車事務所らしいです。手早く見れるから B 急行にしたんですけど、なんか列車線からだと遠いですね。幕張車両センターが見れなかった時の感情と同じようなものをお届けしてしまって申し訳ない。じゃけんマイナーアップデートで出庫ダイヤ追加されたらプレイしましょうね。そうしましょう。今アンダーパスしたのはグロ三角線の片割れだと思います。今後、そこを走る貨物のシナリオが追加されるとかなんとか、そしたら巨人線も運転できるようになりますかね。期待、あ、高低高、ベタコのお顔に3つの分散クーラー、そしてツルツル車体はおそらく前傾後期車でしょう。こういう小ネタがあるのもいいですね。間違ってたらごめんなさい。いやもう恥ずかしいくらいにわかで。これが何号なのかも怪しいくらいでして。無分派、セマウル、すんません、教えていただけると助かります。さて車窓にはどでかい高層ビル群が見えてきました。次の駅は加算デジタル団地。見るからにハイテクでメカメカして IT なコンプレックスの印象ですね。上官あっさ、そんなん駅名見たら誰でもわかる。でも、デジタル団地って言われてもあんまイメージ湧かないんだよな。第三新東京市みたいな。まあいいや、加算デジタル団地駅です。その辺の建物が全部デジタル団地に見えてきますが、多分そんな単純じゃないと思います。いやでもそうかもしれない。クソデカ横浜ビジネスパークみたいな雰囲気がある。ってあれ、フルノッチなのに速度が落ちてってないか。あ、やっぱり、電車壊れた。こういう時は、焦らず電流計を見るといいんですよね。0アンペア。やっべ、セクション見逃した。横浜国際空港とか猛言叩いてた直後にバッチリ高校セクション突っ切ってたよ。恥ずかしすぎる。でもなぁ、あと2駅で終点なんだよなぁ。まだ100キロあるし、もうハイライトも見たし、このままクムチョングチョンまで転がってっちゃおうか。情けないローリンガールみたいな。私は思うのがしないと、クムチョング、クムチョング、セクション突っ切ったわ。葉っぱカッターやめや。このネタ伝わる人おるんかな。なんか余裕で来れましたね。まるでどこも壊れていないかのようなダセい走行っぷりです。しかし相変わらずかっこかわいいトングリフェイス。新塗装と旧塗装でここまで印象が変わるとは驚きです。壊しちゃってごめんね。あーしかし素晴らしいこの側面。歯の台車はまさしく TR235。素晴らしい。ちょっぴりマンロクっぽさもある色で非常にかっこいい。ってちょっと待って。停車駅じゃねえか。クムチョングチョン、チョンチャヨグニだ。EDEDE 改正かねえ。そりゃそうか。電気系統ぶっ壊れてるんだもんな。すいませんこの電車3ぶりなのに改正執行速度が無限大なんですけど。全幅改正無効今回もご視聴いただきありがとうございます。本日は HMM SIM メトロで追加された4ドンポからさ。過ちを繰り返さないぞ、過ちを繰り返さないぞ、過ちを繰り返さないぞ。セクション接近、ノッチオフ。電流計よし、マスコンニュートラル1よし、現在の電圧 AC25kV。デッドセクション、回生スイッチ切りよし、硬直転換。硬直転換。硬直転換。お前さ、バカだろう。僕また何かやっちゃ。黙れ、私さっきさ、高校セクションつったよな。言いましたね。でお前今何した。僕はただ交流を直流に切り替え。しまった、いつもの癖でつい硬直を切り替えてしまった。でももう、いいや、クムチョングチョン手前で70キロも出てんだから余裕でつけるさ。はぁ、ごめんトングリ、僕がアホなばっかりに。こんな感じで、これいるの各線区には高校セクションも設置されています。皆さんは気をつけてください。僕ももう大丈夫だと思います。つうかどうしよう。また改正縛りで止めなきゃか。せっかく HMM SIM メトロのクムチョングチョン追加アップデで、下り B 急行を一区間運転できるようになったというのに、なんともしけた運転をしてしまった。つうかこれ大丈夫。止まるよね。もうテイク6だからこの辺で乗務を済ませたい。そう空性の具合わかんねえ。頼むよトングリ、いつものスーパーブレーキやってくれよ。その DT50 にはブレンボくっついてんだろ。なあ、ウィー止まれー。あってもなんか速度足りなくなりそう。それも困るなぜなら再加速ができないから。いや逆か、なんでこんなに伸びるの。シンカー、ああいけいけいけ。低目までもうちょい、ここらでブレーキ、遅い。ああ待って低目がスルスル近づいてくる。なんで止まらんねん気合で止まらんかい。朝倉ー。お、いけたっぽいですね。よし、クムチョングチョン到着です。というわけで今回は、HMM SIM メトロのアプデで追加された区間を見てみました。この他にも多数のシナリオ、列車が用意されているので、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。きっとすべての人が僕よりも上手いと思います。あとすいません、半分実況半分解説になっちゃいました。一応 B 急行とか解説してるんで名列車ってことにしてください。次はちゃんと名列車やろうと思いますので、チャンネル登録のほど、何卒よろしくお願いいたします。それじゃあまた次回の動画も、よろしく。